ちっちゃいな。冬を消したんだよね、でも。ほら。すごい美味しそうなんだけど。人参美味しいよね、うちの。うん、甘い。はい、皆さんこんにちは。ひとみチャンネルののぞみです。今日ですね、畑の様子をお伝えしていこうと思います。ちょこちょこ先出しでお伝えしているんですけれども、今年から直売所に卸せるようになったので、本格的にいろいろ始めてきました。今時点で何ができているのかお伝えしていきます。あとこれね、のぞみ春夏モデルエアロガードです。虫を寄せ付けないような加工がしてあります。ワークマンに売ってるよ、どうぞ。まず赤ちゃんたちですね。こちらシシトウガラシ、タカノツメで、アスパラにも挑戦してます。アスパラの赤ちゃんこんなんなんだよ、すごくない？アスパラはね、時間かかるからまだ1年、うん、1年ぐらいかかるので、まあチャレンジしないことにはっていうことでやってみることになりました。で、これがプラチナコーンで白いトウモロコシです。で、ここが大きくなってきた幼稚園児だよね、ナスのがちょっと大きくなってきました。で、これが、エンドウ豆にキヌサヤリと、で、これがトマトですね、チカミニトマト。で、この辺だーっとナスがあって、ピーマン、そしてナス、あとはここがネギ。ここで堆肥を作ってるんですけれども、その過程に熱が出るので、それを今利用してます。奥がニラでしょ。で、真ん中があ、そうだそうだ、真ん中が虫よけのマリーゴールドで、かぼちゃ、セニョール第2弾、トマト。今ハウスの中にあるのはこんな感じなので、今度は外に植えてあるのを見ていきます。ハウスの中今何度ですか？結構暑いね、33度ぐらいです。他にも今ね、ほら種が結構ありますよ。あー、スイカ、よかある。よし行こう。さっきのハウスの隣になりますが、去年はここなかったんです。ここね、去年ね、ゴーヤとかあった場所なんですけど、今年はここに兄さんがハウスを増設してくださったので、くださったくださったくださった今中にできすぎなるなるっていうキュウリの品種があります。何？できすぎなるなる、できすぎなるなる、 100% 雌花がつくんだってさ。できすぎて困るってことね。こっちのハウスはさっき大きくなってたピーマンを植える予定。ここはね、ネギです。ネギは去年私やったんですけど、雑草に食われちゃったんですよね。雑草抜くのがすごいめんどくさくて雑草に食われちゃったんだけど、今年はちゃんとね、できそうな予感がする。ここは去年ナスがあったところなんですけど、エンドウ豆が置いてあります。ナスの後にエンドウ豆とか置くといいらしいです。それで去年こっちはピーマンと甘長とモロヘイヤやってねえよ。葉っぱ食べたじゃん、美味しいの。クジンモロヘイヤじゃなくて、空心菜とかがあったとこ、空心菜とシシトウとあったところは今年ナスになる。去年ここはずっとスティックセジョールがあった場所で、そら豆が今度は置いてあります。私野菜の中でそら豆ってベスト3かぐらいに好きなので、すごい楽しみで、なんかね、去年とかも結構丼いっぱいそら豆こうやって食べてたんですけど。で、ここが白菜、白菜だよ。まかないで育ててみた白菜。うん。まあいろいろありますよ。で、ここが大根だったとこだよね。奥が
ほうれん草。ここは何を？トウモロコシ。今年トウモロコシ多め。あれがスイート小さいトウモロコシ。ベビーコーン。ベビーコーンはまだ上。ベビーコーン美味しかったよね。もう遠回しに植えろって言ってるじゃん。これはね、キノコステーションです。ここに住んでるおばさんがずっと2年ぐらい前からでもキノコ作りたいってずっと言ってたんだよね。最初は私がキノコ作りたいって言ってたの。そしたらなんか、じゃあ私作ろうかなっておばさんが言い出して、一昨年そんで作んなくて、去年も作んなくてと思ったら、今年見てください。去年ね、自分たちでやったんだけどあんまりできなかったよね。もうできてんだけど。びっくりしてるじゃん。もうできてんだけど、キノコやばできてるじゃん、キノコも。防風ネットを今年はやりました。そこがイチゴゾーン。私がイチゴ好き好き食べたい食べたいって言ったら、兄さんが作ってくれたんです。イチゴの奥はニラです。で、その奥があれが玉ねぎで、その隣が人参、その隣がほうれん草で、ちょっとこのここはスルーして、その隣がちょろちょろ出てるのがネギの生き残り。ほうれん草、今年はほうれん草食べ放題ですね。3列ほうれん草、人参、にんにく、玉ねぎ。すげーや、セニョール。こんなもんかな。二人チャンネル。よいしょ。一撃じゃん。サラダにでもしようかね。大根どうだろう。大根はいつもね、きんぴら。大丈夫だね。お尻みたいじゃん。これおろし大根なんだっけ。うん、でもなんか普通にきんぴら作ったら普通だった。野菜が食べ放題なのは本当にいいよね。こういうことで。すごいね。結構ね、キノコ好きで、キノコ好きだから嬉しい。じゃあいいの取ろうって言ってるじゃん。いいよ。へへ。すごい椎茸の新鮮な匂いする。行こう。ああ、本当だね。ちょっと水気が悪いね。あら、全然。玉ねぎってかネギだね。うん。うん。少ないよ。あれだよ。冬越したんだよ。ほら。ほら。ちっちゃいな。冬を越したんだよね、でも君たち。ほら。すごい美味しそうなんだけど。人参美味しいよね、うちの。うん、甘い。本当に甘くて美味しい。農薬。お。
ステーかな、まずはイノシシのベーコンとさ一緒に炒めてさ、ね、ほうれん草のポタージュじゃないの。あ、ポタージュも美味しいですよね。ほうれん草、はい、いかがでしたでしょうか。今日は畑の様子をお伝えさせていただきました。農業も早3年が終わり4年目に突入します。まあ、今までは本当にお手伝いに毛が生えたレベルでやってたんですけれども、まあ、3年目にみんなでいろいろ考えて自主的に動くようになったので、これからもマイペースに頑張っていこうと思います。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。